やはり今日いっぱいはやみそうにないか。お待たせしました、源氏様。では、朝の仕事を始めよう。はい。おはようございます。
ジェシカのおかげで少しはゆっくり眠れたということかしら。おはようございます、奥様。源氏でございます。早朝から申し訳ございません。今行きます。何事ですか？おはようございます。何かありましたか？申し訳ございません。昨夜の落雷で電話機器に故障が出たようです。内線電話が不通になっておりますもので、直接のお伺いになってしまったことをお許しください。内線電話が不通？それは面倒になりましたね。修理は可能ですか？残念ながら故障箇所が分かりません。後で業者を呼んで修理させたいと思います。ということはこの台風が過ぎるまでは修理不能ということですか？つまり客人たちの滞在中はずっと不通ということですね。客人たちのお世話に支障は？出ないよう最善を尽くします。結構です。粗相のないようよろしく頼みます。朝食の準備は順調ですか？それが合田の姿が見えません。朝食の支度もまだ行われておらず。何ですって？大方朝寝坊でもしているのでしょう。とにかく誰でもいいから急いで朝食の準備を。これは何のいたずらですか？悪趣味な。私も今ここにお伺いして初めて気づきました。後ほど清掃いたします。大方趣味の悪い客人の冗談でしょう。不愉快です。実に不愉快です。
おはようございます、皆さん。おはよう、夏日さん。朝食も合田さんが作るっちゅう話やないか。朝から胃袋が大喜びで騒ぎっぱなしなんや。本家の楽しみは食事くらいがせいぜいですものね。エヴァさんも朝からご機嫌がよろしいようで何よりです。カノン、ゴーダはまだ見つからないのですか？申し訳ございません、奥様。お屋敷内もゲストハウスも回ったのですが、まだ。一体どこへ行ったというのです？とりあえず今は、ゴーダより朝食の準備が先決です。至急対応しなさい。はい。奥様、ゴーダだけではありません。旦那様の姿もありません。主人が？はい、奥様より先に旦那様に朝食の準備がないことをご報告しようと思い寝室をお伺いしたのですが、お姿がありませんでした。それから旦那様だけではありません。ルドルフ様ご夫妻とローザ様のお姿もありません。ゲストハウスにも？屋敷にもですか？はい、ゲストハウスのお部屋にもおられません。大方、庭園のどこか、あるいは海岸の方で、相も変わらず遺産の話を繰り返しているのでしょう。とにかく、ゴーダを呼び戻さなくては、いつまでも朝食の準備が整いません。ってことはなんや、兄さんたちの話し合いはまだ続いとるんか。兄さんもルドルフもタフね。ローザの場合は若さかしら。私たち昨夜の24時過ぎにはもう眠くてベッドに戻らせてもらったんだけど、確かにあの時点でもまだ兄さんたちは熱論を交わしてたわ。男って熱くなると嫌ね。カノン、表を探してらっしゃい。ゴーダを見つけたらすぐに戻って朝食の準備をするよう伝えなさい。かしこまりました。夏日姉さん、表とは限らないわよ。お父様の書斎ってことはないかしら。なるほど、考えられん話やないで。どういう話の流れかはわからんが、お父さんの書斎に場所を移してお父さんにも混じってもらって議論を続けてるっちゅう可能性は十分あるやろ。そのような汚らわしい話題を好んでお父様が書斎へ招き入れることなど考えられません。あら、そう。じゃあ仕方ないわね。源氏さんとカノン君は申し訳ないけど外を探してきてちょうだい。確かに兄さんなら頭を冷やすために外を散歩しようなんて言い出しても不思議はないわ。
たとえこんな天気でもね。私はお父様の書斎に行ってくるわ。ひょっとするとそこにいるかもしれないしね。客人であるエヴァさんにそこまでのご足労はおかけできません。私が行ってきます。朝のご挨拶も兼ねて。あら、じゃあお願いするわね。でも朝の挨拶を交わしてくれるかは疑わしいわね。夏日姉さんってお父様とは仲よろしかったかしら。仲が良いかは分かりかねますが、後宮家の跡継ぎの妻を許されるだけの信頼を得ていると確信しています。なら、きっと返事くらいはしてくれるわね。お父様とは朝食くらいご一緒したいの。ぜひ降りてきてくださるよう説得してくれないかしら。私たちはすっかり嫌われちゃってるみたいだけど、そこまで信頼を得ている夏日姉さんの言うことなら聞いてくれそうですもの。そこまで啖呵を切ってお父様を説得できず一人で降りてきちゃったりしたら、信頼を得ているなんて二度と言えないかもね。自信はありませんが努力はします。奥様、よろしければこれをお持ちください。それは？でもこの鍵を使ったらあなたも咎めを受けるのではありませんか？親方様は深くお休みになられているとき、扉を叩くくらいではお耳に届かないこともございます。それに親方様にお部屋を出ていただくよう説得するには扉越しでは難しゅうございましょう。ぜひお使いください。源氏、じゃあお父様を必ず連れてきてね。息子の可愛い嫁の言うことですもの、きっと聞いてくれるわよ。私たちは客人だからここでのんびりくつろがせてもらうわ。予算かエヴァ、口が過ぎるで。すまんが夏日姉さん、お父さんのことをよろしく頼むわ。Oh.
うわぁ、なんだなんだ、敵襲か、回せ。ありがとう、マリアちゃん。起こしてくれたんだね。僕たちは夕べが遅かったから寝坊しちゃったのを起こしてくれたんだね。でももう少しだけ起こし方を優しくしてくれると完璧だったかな。ジョージ兄さんは本当に大人だよ。尊敬するぜ。もうすぐ7時なんだな。ま、確かにもう起きてもいい頃だぜ。ローザおばさんが部屋にいなかったの？もう起きてお屋敷の方に行っちゃったのかな？いない。ママ。どうせ朝食に行くことになるんだし、屋敷の方に行こうぜ。そうだな、マリア、一緒に屋敷へ行こうぜ。きっとローザおばさんもそこさ。お、ママはお屋敷なら行く。うん、そうだね、お屋敷に行こうか。多分親たちはもう向こうに行ってるんだよ。お目覚めでしたか。おはようございます。どうやって入ったのか。申し訳ございませんでした。源氏さんにお願いして書斎の鍵をお借りさせていただきました。ほう、元気がか。我が友がそれに足ると思ったならば話を聞かぬわけにもいくまい。して私に何用か。はい、もうじき朝食の準備が整いますが、ぜひお父様にもおいでいただきたく思いまして。朝食はここで取る。いつものように運ばせるがいい。しかしお父様、年に一度の親族会議です。せめてお顔をお見せになってください。下に降りて私の死後遺産をどのように食いちぎるのかを決める議論に加われというのか。バカらしい。
そのような話は私を抜きで好きに進めるがいい。そしてそれが親族会議だというなら、私がこの部屋を出るほどの価値はない。私は忙しいのだ。構うでない。そうですか、わかりました。みんな残念がるでしょうが、そう伝えます。夏日、後ろ宮の家に突入、もう随分になるな。はい、後ろ宮を名乗ることを許されてからもう随分になります。前の家が恋しくなることもあるか。いいえ、嫁ぐとは成果を捨てることです。私は後ろ宮夏日、帰る家も懐かしむ家も全てはこの後ろ宮の家のみです。その夫であったなら、いや、それは言うまい。それはどういう意味ですか、お父様。忘れよ、年寄りのざれ言だ。この夏日は血はつながらずともお父様の娘です。後宮家の名誉も栄光も、そしてお父様が残されたものも全てこの夏日が必ずや守ってみせますから。お前に片翼のわしをまとう資格はない。しかしお前の心には確かに片翼のわしが刻まれている。ならばお前は間違いなく我が血族で後宮家の栄光を引き継ぐものだ。お前の衣服にわしがないことを嘲笑う者もいよう。しかしそれに耳を貸すことはない。心にわしを持つ者だけが真の私の血族なのだ。お前を後宮家に迎えられたことを今は光栄に思っている。あら、ちょうどいいタイミングだったわね。お父様の様子はどう？あんまり遅いから様子を見に来ちゃったのよ。お父様は親族会議にはおいでにならないそうです。汚らわしい議題に関心はないと仰せです。とかなんとか言っちゃって。お父様を説得できなかったんなら素直にそう言えばいいじゃない。哀れですね。お父様が嘆かれるお気持ちも分かろうというものです。それはどういう意味よ。
それで兄さんたちはいたの？お父様に聞いたの？聞きそびれましたが、書斎の中にはいませんでした。お父様が夫たちの下船な話のために入室を許すこともありえませんから、行き先を知ることもないでしょう。下に降りて使用人たちが探してくれるのを待ちましょう。朝食は遅れますが、お茶でもいかがです、エヴァさん。別に結構よ。主人たちはまだ見つからないのですか？はい、申し訳ございません。あと熊沢が朝食の準備に入りました。もう少し時間をいただきたいとのことです。今カノンが表を探しています。それからシャノンの姿も見えません。シャノンまで？まったく、主人は何人を従えて散歩に出かけたのですか？奥様、失礼します。その様子では見つけられなかったようですね。申し訳ございません。まだ。もう十分です。ご苦労をかけました。私はお客様方にお茶のご用意をしに厨房へ行きます。二人とも早朝からご苦労様でした。どうした、まだ何かあるのか？はい、旦那様方のお姿を見つけることはできませんでしたが、その来たんや、カノン君。クラウス兄さんたちは見つかったんか？実はバラ庭園の倉庫の様子がおかしいのです。様子がおかしいというのはどういう意味だ？それが、その、何と説明すればいいのか。どういうこと？倉庫の中に兄さんたちがいたんじゃないの？いえ、中はこれから調べます。その鍵を取りに戻ったところなのですが、その、ようわからんが、とにかく中を調べればいいだけの話じゃないか。その倉庫の鍵はどこにあるんや？使用人室にあります。すぐに中を確かめましょう。
カノン君たちは早いな。わしは心臓が爆発しそうや。こんなところに倉庫なんか建ててたのね。何よそれ。なんちゅう悪趣味な落書きや。これあれか、悪魔の儀式とかの魔法陣いうやつとちゃうか。これいつ書かれたの。昨日雨が降り出す前にここに来ましたが、その時には何も書かれてませんでした。他の方々の目に触れる前に何とかしよう。ご覧になられたら誤解になられるだろう。そうね、ただの倉庫小屋とはいえこんな気持ち悪い落書きを1秒たりとも放置したくないわ。倉庫の中に塗料もあります。応急処置でとりあえず塗り消して、後日天気のいい日に改めて塗装しましょう。この落書きを消して戻りましょう。たとえ倉庫とはいえ実家の落書きは本当に腹立たしいわ。はい、すぐに済ませますので。南條先生、申し訳ございません。至急お越しください。何事ですかな。なんだろう、源氏さんと南條先生と、あれは
夏日おばさんかな。どうしたんだよ兄貴。何かあったのかな。ひどい慌てようだったね。何か事故でもあったとか。行ってみようぜ。俺たちだけのけものなんて面白くねえしな。行ってみようぜ。何があったか気になるぜ。おいマリア、お前も来るか。それともテレビを見てるか。僕たちだけで行こう。マリアちゃん、すぐ戻るからね。テレビを見て待ってるんだよ。ジェシカ、この先には何があるんだ。確か園芸道具なんかの倉庫があったはずだぜ。そんなところに一体何があるんだろうね。ジョージ、みんなを連れて屋敷に帰っていなさい。早く、今すぐに。ジェシカ、入ってもダメ、見てもダメ。お父さん、お父さん、死後硬直はほぼ全身に認められる。多分死後6時間以上は経過したんだろう。損壊部位の状況を見る限り死後に破壊された可能性が高い。いや、滅多なことは言え。私は町医者だ。検視は専門だ。ちゅうことはなんや。殺しただけじゃ飽き足らず、さらにこんな無体なことをしたいうんか。悪魔や、悪魔の所業や。
絶対地獄行きだとは思ってたぜ。でもよ、ここまでじゃねえだろ。ここまでひでえ目に遭わされるほどの悪党じゃなかっただろうがよ。だからキリサボさん、こんな男と付き合うのはやめろって言ったんだ。あんたまでそこまで目に遭わされる理由は何もねえじゃねえかよ。バトラさん、これ以上を見てはいかん。こんな姿をお父さんもお母さんもあんたに見せたいわけがない。お父さんとお母さんのためにもこれ以上を見てはいかん。死者ってのは安らかに眠る顔ってやつを拝ませてくれるんじゃねえのかよ。顔がねえんだよ。俺の親父とキリエさんの顔がねえんだよ。どういう顔して死んじまったのか、それすらもわかんねえんだよ。なんだよ俺は。親父たちのことを思い出すときは、このくちゃくちゃの化け物みてえな顔をいつも思い出せたのかよ。そいつに最高だぜ。クソ親父のニヤニヤとした顔を思い出さなくていいんだからよ。最高だぜ、最高だぜ。でもよ、キリエさんの顔くらいは見たの。キリエさんは悪党じゃねえ。兄は熱くと思ったけどよ、ちょいとかっこいい俺の姉気分だったお人じゃねえかよ。これねえよ、こんなのってねえよ。クロスおじさんの仲間だましじゃねえか。顔面じゃなくて側面だぜ。少なくとも顔半分は残ってるじゃねえかよ。まだマシだぜ、まだマシだぜ。よすんだバタラ君、もうよすんだ、もうよすんだ。兄貴、兄貴、倒れているのはクラウスおじさん、ルドルフおじさん、キリエおばさんに、ローザおばさん、ゴーダさんで5人。いや、6人や。ここにもう一人おる。じゃあ、お父さんの足元に倒れているのは、シャノンなんだね。ああ、シャノンちゃんや。シャノンも。クラウスおじさんたちと同じなのかな。シャノンを見てもいいかな。いや、あかん。どうして？だってもう二度とシャノンの顔を見られないんだよ。その最後の顔、
どうして見たらいけないんだよ。お前が最後にシャノンちゃんに会ったのは昨日か。うん、そうか。そのシャノンちゃんは別れ際にお前にどんな顔を見せたんや。素敵な笑顔だったよ。そうか、ならシャノンちゃんもその笑顔をお前に残したいと願うはずや。ジョージ、シャノンちゃんはきっとありがとう言ってるぞ。お前に恥ずかしいところを見られとうなかったんや。きっとお前が耐えてくれたこと感謝しとるで。分かってる、分かってるよ父さん、分かってるよ。父さん、頼みがあるんだ。なんや。僕の代わりに見てほしいんだ。シャノンは指に指輪をつけてるかな。指輪？ちょいと見てみる。ああ、あるで。こりゃダイヤの指輪や。クズダイヤとちゃう。なかなかの値打ちもんや。それはどっちの手のどの指にあるのかな。と、左手の薬指や。そっか、シャノンちゃん婚約しとったんか。ジョージ、あなたまさか。エヴァ、今はそんなん関係ないで。シャノンちゃんは男に将来を約束されとったんや。一生を幸せにしちゃると男に言わせたんや。それが誰かは問題とちゃうで。男にそこまで言わしめて女の本懐やないか。いつこの指輪をもらったんかは知らん。誰が渡したかも知らん。だがそれでもシャノンちゃんは指輪をもらえたんや。そしてそれを受け入れ左の薬指に通したんや。指輪を送った男もきっと喜んだんとちゃうか。そっか、ありがとう父さん。行こう、バトラ君、ジェシカちゃん。これ以上僕たちがここにいると大人の邪魔になる。そうだな。バトラ、
しっかり。すまねえな、がっつり泣いたら落ち着いたぜ。親父の野郎、普段はクソクソ言ってるくせにちょっと死んじまったくらいでピーピー泣くんじゃねえぜって笑ってやがれ。仕方ねえだろ、親が死んだら泣くように遺伝子すり込まれちまってったからよ。カノン、お前もこれ以上ここにいてはいけません。子供たちを連れてお屋敷に戻っていなさい。すぐに警察に連絡しなさい。台風が通り過ぎるまでは来られないでしょうか。どうすればいいか指示を与えてくれるはずです。わかりました。防災用の無線機がありますので、それで連絡します。ナチョ先生、もうこの場はどうしようもありませんか。残念ながら私には何もできませんな。わかりました。ゲンジ、せめて主人たちの顔を何かで覆ってやることはできませんか。このような姿を晒すことは当人にとっても屈辱的でしょうか。はい、ちょっとちょっと、お待ちなさいよ。ここは犯行現場なんでしょ。なら変に手を加えちゃダメよ。私たちは混乱してて現場に土足で踏み入っちゃったけど、それはきっと警察の捜査の邪魔になったわよ。私もエヴァさんに賛成ですな。警察が来るまでここは手つかずにしておくべきです。奥様、いかがなさいますか。そうですね、わかりました。ここを閉ざしなさい。それから念のため、ここに別の施錠をするように。別の施錠。ええ、ここに来たとき、シャッターの鍵は閉じていました。ということは、シャッターの鍵を使い、犯人が施錠したということです。確かに道理や。じゃあここを開けた限り、犯人の指紋が残ってるんとちゃうんか。警察に証拠として提出する価値はあるでしょうけど、カノン君が普通に持ってここを開けるのに使用しちゃったわ。多分カノン君の指紋も付着しちゃってるわよ。そしてその鍵はさっき源次さんに手渡され、源次さんも素手で受け取ってる。大した証拠にはなりそうにないわね。それは不用心でした。申し訳ございません。源次さん、この倉庫の鍵は他にもあるんか。いいえ、この一つだけです。
ということは犯人はその鍵を使用人室から持ち出し、そして律儀に元の場所に戻したちゅうことになるな。とにかく一度は犯人が開け閉めをした施錠だけでは信用できません。犯人の手からもこの場所を保護する意味で施錠を新たにしたいと言っているのです。いい案だと思います。私も賛成です。鍵はどうなさいますか。私が持ちましょう。責任を持って警察に手渡します。行きましょう。皆さん、南條先生、ご足労をありがとうございました。源氏は急いで警察に連絡を。戻りましたらすぐに連絡します。